オオスズメバチは、ハチモクスズメバチかスズメバチアカスズメバチ属昆虫の一種で、ある。オオスズメバチは、日本全国及び、インドから東南アジア、東アジアにかけて広く分布する。日本では、北海道から九州に分布しており、南限は、薬島、種子島近辺である。2019年には、アメリカ合衆国ワシントン州でも確認された。 さらに2020年10月には、同州で同国発の映像が確認された。体長は、女王鉢が40から5 5トル、働き鉢が27から4 0ト、mm、ル、雄鉢が27から4 5ト、mm、ル。頭部はオレンジ色、胸部は黒色、腹部は黄色と黒色の縞模様で、羽は茶色、雄鉢は毒針を持たない。 頭部の詳細オオスズメバチ樹液を吸うオオスズメバチ2匹のオオスズメバチ以前は標準和名としてオオスズメバチのほか単にスズメバチを用いることも多かった木の根元などの土中木道人家の床下屋根裏などの閉鎖空間に巣を作る巣は枯れ木などから集めた繊維を唾液のタンパク質で和紙のように固めて六角形の管を作り この管が多数集まった素番を数段連ねる。日本に生息する、蜂類の中で最も強い毒を持ち、かつ攻撃性も高い危険な種である。オオスズメバチの日本アシュが持っている毒の、半数致死量は4 1ログラムである。毒液中には、アルコールの一種からなる、警報フェロモンが含まれており、巣の危機を仲間に伝える役割も果たしている。また、 本種は、毒針のほか強力な大顎で噛みつくことで、捕食対象を攻撃する。飛行能力も高く、時速約4 0トルで飛翔し、狩りをするときは一日で、約1 0 0トルもの距離を移動できる、持久力も持つ。カキに幼虫に与えられる餌は幅広く、コガネムシやゴミムシなどの、小、中型甲虫類、多種の蜂、カメムシなどの半締目がや。 蝶などのリンシめ、あるいはスズメガやカミキリムシの幼虫など大型のイモグシが頻繁に捕食される。これらの昆虫が減少する上、大量のオスバチと新女王チを養育しなければならない秋口には、本種の攻撃性は特に高まり、帰り打ちに遭う危険もあるカマキリ等の大型肉食昆虫を襲ったり、西洋ミツバチや黄色スズメバチ、モンスズメバチ、 日本蜜蜂など巨大なコロニーを形成する社会性の蜂の巣を襲撃して需要を満たすこともある。襲撃はスズメバチ類としては例外的に集団で行われる。巣の働き蜂を全滅あるいは逃走させた後には殺した働き蜂も幼虫の餌とするが大量の死骸は処理しきる前に腐敗が始まり餌に適さなくなるため。 主に占領した巣の中で時間をかけて、大量の生きたサナギや幼虫、筋肉に富む成虫の胸部などを噛み砕きペースト状に、し下後、肉団子状にして運び出す。より大型の巣を作り、多数の働き蜂を要する、黄色スズメバやモンスズメバの巣を襲撃する場合、オスズメバ側にも大きな被害が出る場合が多いものの、巣の占領に成功すればその損害を補填できるだけの、 幼虫や、サナギ、成虫の死骸を収穫できる。しかし、茶色スズメバチの巣を襲撃する場合には、茶色スズメバチは、他のスズメバチ類に比べて強靭な外骨格を持つ。ため、大顎や毒針による攻撃が、必ずしも有効に機能せず、撃退されることもある。また、クヌギなどの樹液に集まり樹液を採取する。本種の天敵には、 黄色スズメバチや黒スズメバチ類と同様、人の他に哺乳類の熊や野鳥のハチクマなどが挙げられる。捕食関係ではないが、夏場の樹液に集まる際に、小型のカナブニやコクワガタなどの小型の甲虫類には、強気で対応する一方、カブトムシや大型のクワガタムシなどの大型のカブトムシに対しては強力な顎と針を持つ本種でも、抵抗できず、餌場を独占される場合が多い。 特にカブトムシが前世となる7から8月頃に、この風景はよく見受けられるため、この時期の本種はカブトムシなどが活動しない昼間や朝方を狙って、樹液に来ることが多くなる。また、大型甲虫以外にも、本種を追い立てる昆虫に、大紫がある。同種のオスの気象は激しく、樹液を争う際に羽を広げて、 本種を追い立てることが知られている。本種に寄生する昆虫には、腹部に寄生するねじれ羽の一種が挙げられる。オオスズメバチの強力な毒と高い攻撃性は、人間にとっても非常に危険なものであり、毎年同種に刺されたことによる死傷事案が発生しており、代表的な害虫の一つとして扱われる。オオスズメバチが日本産亜種である、 日本ミツバチを含む東洋ミツバチの巣を襲撃した場合、オオスズメバチの集団攻撃が始まるまでに、この単独のオオスズメバチが撃退されなければ、オオスズメバチはミツバチの巣を占拠できる可能性が非常に高くなる。集団攻撃より、前の撃退とは、オオスズメバチの働きバチが単独で偵察している段階で、ミツバチが集団で敵を押しくるむ行動によって、 作られる宝球で虫殺されることを言う。宝球の内部は、オオスズメバチの致死温度に近い摂四46度になり、かつ宝球内の二酸化炭素濃度が3から4%ほどまで上昇し、相対湿度が90%以上に向上することで、オオスズメバチの致死温度を下げることが分かっている。西洋ミツバチは、基本的に宝球を作らないが、2.3回、オオスズメバチを提示すると、 高級を形成することが実験で確認されている。東洋蜜チと西洋蜜チの共通祖先がすでに高級行動をしていた可能性がある。また、西洋蜜チは大群で相手の腹の周りを圧迫して呼吸を阻害し約1時間かけて窒息死させる窒息スクラムという対抗手段を持っている。しかし、これはモンスズメバチ以下の敵しか想定していないため、 オオスズメバチに対抗する方法にはならず、養蜂化による被害がなければ高確率での全滅を余儀なくされる。このことが飼育群からの分発による野生化が毎年あちこちで発生しているにもかかわらず、西洋ミツバチが日本で勢力拡大するのを防ぐ要因になっていると考えられる。実際、オオスズメバチの生息していない。 小笠原諸島では、西洋蜜チの野生化群が増加し、在来の花鉢類を圧迫して減少させていることが確認されており、これらの花鉢類と共振化して、重粉を依存している固有植物への悪影響が懸念されている。熊本県熊地方や宮崎県の高地方のように、地方によっては、幼虫やサナギ、成虫を珍味として食す習慣がある。 成虫の毒針を取り除き、蜂蜜や焼酎に漬け込んだものも見られる。また、本種そのものを食すわけではないが、本種の幼虫が肉団子をもらう代わりに成虫に与える栄養液の成分を参考にして作られた栄養ドリンクやサプリメントが日本をはじめとするアジアやヨーロッパで販売されている。小説、風の中のマリアは、 オオスズメバチを擬人化した小説で、専門の研究者の監修のもと、オスズメバチの生態を描写している。ありがとうございます。